重慶飯店さんにやってきました。重慶飯店っていうと平鎮楼、満鎮楼、重慶飯店三大もうこの横浜中華街欠かせないというお店なんですけれども、こちらにね今回初めて行きました。やっぱりね、まあいろいろと食べたいもの、アワビだとかフカヒレだとか食べるんですけども、今回はツバメの巣、美肌効果抜群なツバメの巣を食べたいと思います。来てみました。こちらがおすすめだそうですけれども、すごいね、美味しそう。焼きですか、何の、はい、一人前、一つ、あ、はい、そうです。フカヒレの姿と、はい、あと、アワビの炒め物、塩味、塩味ですね、はい、あと、はい、小エビと小エビになります、はい、これは、これは、あ、これとか綺麗です、はい、じゃあ小エビのチリソース、小エビのチリソースで、海鮮入りおかゆ、はい、はい、これ一つ、はい、気になるんですか、ツバメの巣、これはやっぱり中華のあの地味なんですね。フカヒレ、アワビ。ツバメのスープもお願いします。これ一カップ一つ。アワビの塩味カフェがございます。はい。いただきました。こちらがアワビの塩味炒め。そしてこちらがエビチリ。昔からこう中国の方が親しんでくれたこの本当にめちゃめちゃ美味しいです。エビチリは本当にもうエビがプリプリで濃厚で後から来るピリ辛さが本当に素晴らしいです。重慶飯店最高っていう感じにご飯の味がしっかり残る。中国の4000年の歴史をこう今一気に味わったっていう、ね、中国のデザートというか重慶飯店おすすめの、フルーツ杏仁豆腐の上になんとねイクラのようなものが乗っかってるんですけど、これタピオカかなと思ったらタピオカじゃなくて中にでんぷんで包んだ中にフルーツのジューシーなジュレが入ってるということなんですね。これがまあ有名なマンゴーっていう感じで本当に美味しかったです。これはね、そうね、いただきます。すごい、もう、本当にイクラですね。手がプチッと出るような感じです。豆腐もやっぱり中国の歴史の杏仁豆腐をいただいてみたいと思います。なんだろう、口の中でスワッと溶ける感じ。なんかこう、ほとん
た感じはすごいもちっとしててプルンっていう感じなのに、口の中ではサッと溶ける、うん、これはすごい。はい、ということで、ね、この重慶飯店を食べ終わったということで、満珍楼、平珍楼、重慶飯店、この三大飯店を達成しました。ありがとうございます。すごいです。シェフサラダってドレッシング別になってなれます？一応別になってますね。あ、なってます。何入ってますこの？こちらはエビ、はい、エビとこのなって、はい、ワンタンの代わりになります。ワンタン、これも入ってます。そうですね、こちらはただ単にこの具材が、うん、エビとホタテの違いだけど、この北京ダックを入れますと、北京ダックを、はい、タンのチップ別添えでいいですか？はい、別添えとドレッシングも別で、はい、で、このエビの方ください。わかりました、はい、はい、こんにゃく米のチャーハン、チャーハンで、はい、はい、抱えるぐらいのお皿に入って、